ちぶらぶら寄った。ぶら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 。元気元気元気。名古屋駅の方に行きたいと思います。はい、はい、タララ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 。今日はこれでね、街ブラヨッタンを撮ってるんで、今からね、これ名古屋駅の東方面から西方面に向かって、名古屋駅方面向かってブラヨッタン撮影中。ピコ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 。今日2020年ですよ。2月の19日夜の6時6分です。ブラヨッタンです。iPhone 11 Pro をジンバルに乗せてね、 DJI Osmo Mobile 3に乗せて撮ってます。広角モード、音はステレオ、 iPhone 11単体のマイクで、内蔵マイクで撮っておりやすした。はい、全然おもんない喋りです。おじさん向けのブラヨッタンなんでね、ゆっくり聞いてください。50歳以上向け、80歳まで、90歳までです。はい、年寄り専用のブラヨッタン、街ブラです。街ブラブラヨッタン、ブラ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 、キンキキキキキン。これが僕のビルです。こっちもね、あ、これが切手タワーかな、日本郵政で、これが、JR マリオット。ここ見たら綺麗だな、綺麗なところをチャンネルヨッタンからお届けいたします。まあジンバルに乗せてね撮ってるし、 iPhone この広角モードって結構揺れを吸収してるんですよ。だからかなりスムーズに撮れてるとは思いますね。今日も新鉄四日市駅まで行って、今日はもう特急で帰ろうかね。四日市まで特急、名古屋から四日市プラス520円自腹で帰りますよ。通勤はタダですけどね。これいい匂いだ、これ何を思うわ。お、いい匂い、いい匂いだ。今お腹空いてるからな。ブルートゥブッツ YouTuber、 よったん YouTuber。この通りは何の通りか分かんないけど、お姉さん発見、何の通りか分かんないけど、今日はこの通りを通りますよ。はいはいはい、よく来てるな。でもまあ皆さんモザイクかかるから心配しないでね、モザイク専門のお父ちゃんだから。あ、いっぱいあるんだこれ、食べるとこ。ガブリチキンはまあよくあるけどな。食べるメインの通りではなさそうだね。うまく一台よくわかる。
JP タワーは綺麗ですね。この帆掛け船みたいで、ちょっとこれね、綺麗でしょ。帆掛け船。ディリッディッディッディリッ。そろそろ名古屋駅に着きました。これ全部僕の建物なんですよ。もうちょっと前まで僕のだったんですけども、みんなにあげました。どうぞってあげました。ね、生きてるうちにあげました。まああと50年も生きれないから僕の。100歳まで生きれないでしょう。普通50年も生きれないからあげました。だからって言ってます僕が。この望遠キャブは広角モードで撮ったら別にスムーズだから、ジンバル歩きしなくても全然大丈夫かなって感じでございます。はい、人が少ないな。こんな少ないんか。めっちゃ少ないぞ。これも新型コロナの影響ですか。ですか。影響ですか。もうコロナコロナっても飽きてきたんだもん。こんな、これ何これ、裏口か、ちゃうよな。え、こんな人、あれなんかちゃうぞ。違うぞこれ。僕の思ってたんですよ。あの子か。なんか違うぞ。えれ。一生懸命ね。時間かかってるんだけど。間違った。ああ、あとみたいな感じ。でれでれで。何してんの。無理かい。寒いことない。暑い。ちょっとね、お腹空いてしんどいわ。取り出して7分だな。もういいわ。もうここでいい、ここでいい、ここでいい。カラオケジョイ、ジョイサウンド前で終わりです。合ってる合ってる。旦那があるもん、あれメインの方こんなもうとりあえずこれで終わるか。ジャパンの名古屋駅です。長っ。めっちゃ腹減ったぞこれ。お昼いっぱい食べたのにな。